でクオリアラボです僕はあのー、果物で一番好きなのが梨なんですが、ちょっと梨だったんですが、最近になってこのシャインマスカットっていうのが出てきてですね、これ、昨日、えー、買ったんですけど、この、えー、シャインマスカット、皮ごと食べられる、えー、J、JA、南信州というですねで、このシャインマスカットを買う直前に、成、え、城、ー、石井だったかな,だったかなあの、シャインマスカットのって言ってもいろいろあるんだよみたいな。 あのディスプレイがあってお店で,でなんか色があって緑から黄色に変わるのかなでその緑がこういう感じで黄色がこういう感じっていうのがあって僕シャインマスカットってそんなにバラエティがあるのかっていやさすが日本の農家の方は、ね、奥深いなと思ってあのシャインマスカットのおいしさにえ違いがあるんだってちょっとその確か成城石井だったと思うんですけどそのシャインマスカットの色による味の違いみたいなこと。 え俺、後で調べてみようと思って、まだ調べてないんですけど、それでこのシャインマスカット買ったじゃないですか、この J 南信州さんの、これもうだから、普通ね、クオリアラボはどういう味のクオリアがあるかっていうことで、初見でやるのがえ文法なんですが、これもう食べちゃってるんですよ、これだけ。これね、おいしいんですよ、まず色、これちょっとなんか普通に見るシャインマスカットよりも黄色じゃない、あの緑色のよりも。 でこれね、ちょっと改めて食べてどういう味かうーんうんうんうんおいしいのよこれが味が芳醇でこの自然言語ってさ味のクオリアを表現する全てのレパートリーを持ってないから残念なんだけどあシャインマスカットこういうのあるんですかってこの J 南信州さんが作ってくださった これ美味しいんだよびっくりしちゃってうだからそのちょっとこの感激を皆さんにお伝えしたいなとシャインマスカットって言ってもいろいろあるんだって知ってる人は知ってるだろうし俺が単に今までぼーっと生きてただけかもしれないけどあの美味しいんだよねこれなんかなうんうん <laughs> ちょっと例えて言うと <coughs> あの <coughs> 今しゃべりながら食べたからちょっとひなとこ入っちゃったけど <coughs> あの例えて言うとねあのー、ほらあのお金持ちの,の人とご飯食べると時々あのドンペリニオンっての飲ませていただきますか普通のシャンパンは美味しいじゃないですか。 それとドンピリニオンの味の差っていうのが何かあってドンピリニオンの方が、えー、よりなんていうかな味が濃いというか芳醇というか香りがなんか非常に際立ってるんですけどそれと同じような違いを感じるんですよその今まで僕が食べていた緑のあのあれ美味しいんですよあのシマエマスカのものすごく美味しいんだけどそれがより濃くなってるっていうかよりなんていうかねおそらく芳香族とかなんかあのバッケミストリー俺そんな詳しくないから。 いろんなその匂い物質とかもふんだんに含まれていてだからこれはおいしいこれとちなみにシャインマスカットっていん当に日本の農業の底力っていうかこんな素晴らしい果物を作った、ね、なんか外国になんか流出したりしちゃってるみたいだけど農業の日本農業関係者に本当に心から敬意を表しますしあのシャインマスカットっつってもそば品種改良がまだ続いてんだなって。 でシャンパン言えばドンペリのような、えー、よりすごいものも出てきていていやこれ本当にもう感謝の言葉しかないですねあのすごい <laughs> 一つの味に出会うってことは一つの新しい味に出会うってことは新しい大陸を発見したようなものだと、えー、思うんですけども、うん、クオリア的にこれはすごいもし皆さん興味があったらちょっとこういうこういう色のシャミンマスカットそもそもだからネットで調べてみてください俺まだいまだに調べてないんだけど より緑色なものからより黄色いものまでいろんなシャインマスカットがあるらしい <laughs> 美味しいシャインマスカット、緑の美味しいけどもさらにこれは美味しい。あの先日、イマジン大学の収録であの、まあ、学生ボランティアさんが来てくださっていてであの僕、そのとき、えー、ちょっと出てねその収録の時にあのあそういえばイマジン大学あのクラウドファンディングやってるのでよろしくお願いいたします。 あのなんか買っていったのよおつまみをね近くででシャインマスカットをふたふた買っていったんだよねそしたらそこにいた学生ボランティアが「シャインマスカットだ」って「普段食べられないんです」っつって「高くて食べられないんです」っつってもうほとんど食べる <laughs> ずっとシャインマスカットを食べる機会になっていて僕は一粒も,たもうその時は食べなかったですけどあよかったなってボランティアやっていただいてシャインマスカットね食べていただいてよかったなと思ったんですけどあのー。 そのあボ,ボランティアじゃなくて、あれかな、デザインコンペの本選会の <laughs> 参加者だったかもしれない。いずれにせよあの、学生たちが喜んでくれたのですごい良かったんですけど、えー、まあ、あの、シャインマスカット、えー、いいね、このシャインマスカットの。<laughs> こうやって、なんか、あれだな、<laughs> ネックレスみたいだな <laughs>、シャインマスカットの、あのこのなんか <laughs>、 <laughs> 味にもいろいろあるんだってことをちょっとおいしすぎてちょっと僕頭変になってますけどこんなんでシャインマンスコットにもシャインマンスコットにもいろいろあるんだなってことを、えー、知った次第です以上、えー、ゴーリアイスでございましたそして本当にこういうものを生み出してくださった、えー、日本の農業関係者に心から感謝いたします